どうも、持ち宿です。まあ最近結構 YouTube でコミカルなキャラ演じてるんですけど、まあそれ勘違いしていじってるバカがいるんですよね。まあなんかツイッターでちょっと見つけたんですけど、なんだっけあいつ、伊藤智樹、あ、伊藤勇気だ。お前さ、同階級の俺のこといじって大丈夫だと思ってんの？試合になっちゃったら大丈夫？またぶっ飛ぶと思うけど大丈夫？まあそういう覚悟がないんだったらもういじんのやめときや。まあ拡散してくれるのはありがたいんだけど、お前のいじり方面白くないんだよね。まあでも一応拡散してくれたから俺にお前の倒し方を教えてやるよ。伊藤勇気簡単、右フックドーン、倒れる。起き上がって左ストレートドーン、起き上がったとこパウンドドーン。はい、なんか嫌な記憶呼び覚ましちゃったかな。大丈夫？怖いね。怖いでしょ。大丈夫？かわいそうだから一曲歌ってやるわ。負けないでもう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れててもゴールはそばにいるの。追いかけて遥かな夢を。はい、勇気出たか。いい夢見ろよ。